お前らの工場差し押さえ、へじゃあトラゾーステージのこのカラフルな方行ってみましょう。さっきのトラゾーステージねめちゃくちゃうざかったんですけど、難しくはなかったけどめちゃくちゃうざかったんですけど、そして俺の笑いの神が置いてこんことを視聴者さんに知らしめてしまった。俺は実力だけの人間だ。なんだこれ、ボタンがある。お、これめっちゃ焦るらしいじゃん。なんこれ、ボタン押したらどうなる。なんか赤ブロックでなんか信号が送られてますね。まあいいや、行ってみよう。とりあえず行ってその先を見てからにしようじゃない。ボタンがどうこうってわっと、あーボタンがどうこうな前の話やなこれまあちょっと考えたらこのボタンがどういう意味なのかっていうのは大体わかるんやけどね。要するに多分このボタンが押してこの何やったっけ、レッドストーンの回路がどんどん進んでいって何秒かに向こうのドアが開くとかそういう感じになっとって、要するにこっからボタンを押してここを時間以内にパンパンってクリアしていかなあかん的な感じですな。というわけでスピード勝負、スピード勝負、あーやばいな。アスレってゆっくり行ってもいける系が多かったんやけど、まさか時間スピード勝負が来るとは思わんかった。正確さにスピードも必要だ。ダッシュできてない。あ、この人はすごいこと考えるねって思うよ。 CDI やってるどういう人か知っとくとさ、おいい感じに動きよる。あー、ここ届かんところやったちょっと途中まで綺麗に行きよったのに。スピード感が必要なだけに高低差がないっていう設定されておるけん、案外こういうマウス操作だけでクリアできるもんなのかもしれない。よいしょ、あちゃ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 、危な危な、さっきそれでミスようになっただろう。調子乗るなこっちかな。よいしょ、あー間に合いそうじゃない。あれそのまま行っても間に合いそうじゃなかった。思ったんやけどこっち通っていたらどうなるんだろうなあ、そうか、こっち通ったらあれで、なんこれ、あれこれもしかしてあれじゃない、ここまで走ってきてこっから上がった途中から生きるパターンとかそういうパターン。おー、なんかそんな気がしてきた、そんな気がしてきた。ちょっとやってみよう、ちょっと待ってね。つまりこのボタン押せる、押せた。じゃあこうしてここら辺でダッシュして、とにかくスピードスピードスピードの状態で行った後、ここで乗っかって乗っかって、ここジャンプ、あ惜しいな惜しいな惜しいな、あちゃんと開くんやな、これ開いてこの一瞬だけしか入れんのか。了解した。よいしょ、おこれわざわざ落ちんでも帰れる、おお便利。なるほど、このステージの真意に気づいてしまったわ。まだこのステージ入って5分も経ってないのに、やった俺神、ここで神精神、ここで笑いの神降りずに勝利の神が降りてきた。よっしゃ、ということなら頑張ろうぜ。さっき惜しかったけんね、なんだかんだで。よいしょ、ここで乗っかって、ねえ、早う登れ早う登れ、遅いぞ。
え、これどうやったら、あ、で、どうやったらいいんだろうこれ。あ、もしかしてこの青から水色から青、ここの青まで飛べるんかな。あとやってみよう。よっしゃ、種が分かればこっちには怖いものはないよ多分な。よっしゃ、でもってここで押して、急げ、ジャンプも使って、ジャンプしたら速いっていうちょっとね技術的な部分があってね。よいしょ、でこう動いて、ここからあの青までシュッとーン、飛ぶところが虫が取った。もうちょい角で飛べばよかった。しかしこのステージの作者さんは頭いいって言葉をなんとなく分かっとったけど、こういうからくりを作るとは なんかすごいもんだね。こあ、またシフトとコントロールキー間違えた。スプリント勝負なんだ。ここは単純なスプリント勝負。ていうか焦らんでもいいような。さっきあくまでそれなりに時間なかったし、ここら辺からダッシュして、あれ届かへん。要するにここからどうやって飛べばあの青にたどり着けるかっていうのが問題点なんでしょう。なんだろう、ちょっと頑張って飛ぶ練習してみようか。角度かな、ここから飛んでも多分ダメだろうけど、多分ここから飛ぶと俺は踏んだ。だからここからまっすぐ飛んだつもりやったけどダメだったんじゃない今の先の間。よいしょ、あ、届いた。ちょっと根持って押したと。次これでいこう。じゃあ今度こそ成功させますわ。ね、あ、またシフトとコントロール間違える癖になってる。アバのせいで、アバのせいでって言っちゃあかんけど、アバもめっちゃ面白いよね FPS でね。さすが FPS。他に何かあったんか。あー、ミスだ。話しとったミスだ。視聴者のせいだからね。君たちにアバの面白さを伝えようと思ったからこうなったんだからね。この辺の導流はもう OK なんやな。最後のジャンプだけや。ジャンプだけなんや。ジャンプが買いたいんや。よいしょ。気をつけろ。よいしょ。あー、もうちょいジャンプ飛ぶ地点を遅くした方がよかった。あかん。とりあえずスプリント、僕はスプリントボーイなんだ。コントロールを押して丁寧に合わせて、この辺かなって感じでシフト押してダッシュ、そしてジャンプ届いた。来たー、入れた。ようやく入れたわ。まさかこんなステージがあるとは思わんかった。作詞だね、この作者さんはさ、このステージの作者さんはまあ誰か知ってるけど、今度は褒めといてあげようじゃないか、そいつに偉そうに言ってるけど。というわけで、あ、待てよ、もうスイッチいらなくね、レバーいらなくね。レバーとりあえず取ってきただけになってきてしまった。だってこれ砲弾だ、砲やん。どうしようかな。どうしようかな。このレバー取ってきた方がいいけど、どこに必要ないような、よう考えたら。とりあえずむしゃくしゃしたから、このトラゾーステージのここにつけといてあげよう。あんな意味もないけどな、飾りやけん金銭といてな。よっしゃ、これで残り2つってことになったんやな。じゃあとりあえず作者さん、このハイフワールドの作者さんは一番最後に戻して、このペイントステージを行きましょう。この人は俺の尊敬する人です。え何これ、ペって書いてる、金のペアで金って書いて、ペンキ、何これ。何これ、ちょっと、え、何なんこれ。え、アスレじゃない。
足でね。よし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 。え、何がこれ登れっていうの。え、ちゃうな、これ。ちょっと予想外すぎてさ。いや、このステージのこの部分の作者さんはね、奇想天外な天才だと思ったんやけど、俺は。奇想天外すぎるやろ。まともなもんじゃないですよ、これ。どっかスイッチが触れとうとか、そういうんじゃ。待てよ。あれじゃね？あれじゃね？だと思った。これやな。多分、この下に何かあるぞ。ほら、見てみ。なんかこっちだけアイトーン怪しいもん。もう短い事件でもうさ、分かってしまったんやけど。おぉ。ここに黒豆があって、またここ穴があって、ここに落ちるん、違うな。足場がないけん、ここじゃない。これはダミー。あ、道あるやん。あとここにも穴ある。結構ここは入ってきたとこやん。これは違う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 。こっちこっちこっち。こっちに絶対あるんじゃ、スイッチが。まだ穴がある。あ、これやな。早っ！クリア早っ！奇想天外なだけだった。ちょっと謎解き系だったな。謎解きだってこれすぐに答えてしまったけど、ちょっと作者さんに申し訳ない気がするぐらいに。ザマーやな。またスイッチが余ってしまった。またスイッチが余ってしまったね。はい。これで両端揃った。よかったね。じゃあどうしましょう。やっと学校終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、刹那圭介の動画を見よう。刹那圭介の動画は俺のことをクリックしてるアカウントに飛べるぜ。俺の気持ちがスパーキー。